でレベルマックスに来ました。倍速スタート。2月22日は撮影キャラがもらえる日。去年タンクもらえたから、今年はバトルじゃね？って山割って攻略しているんだけど、とうとう最終ステージです。去年とは全然違います。猫ビタンで無理やり時間を回復しました。なお攻撃力と体力を上げるより、再生産を上げた方が攻略は簡単です。敵の城からはとんでもない距離からの攻撃。中途半端な体力なので耐えられないです。1ページだけおとなしく生産してればよかったのですが、採点方式の RM ステージだとどうしても早くクリアしたいよね。黒炎活躍するかわからないけど投入。黒キャスやラスボスも使っちゃうぞ。猫ボンバーはすぐにやられるので使いません。壁は黒い敵に撃たれ強いように枠選択。敵の城の体力が高いため、レベル1から4まで X プレスぶつけるだけの攻略が、もう使えません。出撃数は決まってるので全滅させたら城を叩くだけ。残りの殺意の猫を倒せば、でも変わらず城が攻撃してくるんだよね。地蔵とか出しつつ攻撃続行。この感じだとラスボス出すより数で押した方が早いみたいです。道中で殺意の猫とタンクは入手できるので、最終ステージはバトルがもらえるのかな？もうちょいです。結果は、調べましたがスコアが低いのは関係ないみたいです。今日なかったらいつあるの？また見てくださいね。